ここだったか、エルサ。え？なんだ、クォークか。誰かと思ったよ。なんだとはご挨拶だな。いきなり声をかけるからさ。何かあったの？この町に騎士の一団が来ているらしい。一つ面でも拝ませてもらおうかとな。へえ、そうなんだ。クォークはそういう情報が早いね。それがどうした？せっかく誘ってやってるっていうのに先に言ってる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 ぞ。って、おい、クォーク、本当に行っちゃうのよ、クォーク。おい、見ろよ、オリンパ将軍のお出ましだぜ。あれは帝国の司法塔を倒れた名将トリスカ将軍か。本堂を大物が来るな。本堂の結婚式は枠台場での固い草になるぜ。騎士か、見てろよ、俺だって手柄を立てて騎士になってやるんだ。さて、そろそろ日も暮れる頃だ。俺は酒場に帰るが、お前はどうする？エルザたちが瑠璃島を訪れたこの日、この日はくしくも領主アルガナン伯爵の姪カナン姫の婚約の儀が執り行われる日であった。そうなの、儀式って言っても夜空に花火を打ち上げるだけなんだけどね。へえ、さすが貴族様はやることが豪華だね。と、エルザ、なんか花火があるらしいぜ。教会の裏が穴場だってさ、お前も行ってこいよ。精霊は行くの？今年？ああ、私はほら、いろいろ忙しいからな。男にも引っかかる。なわけねえだろ。あいったー。私は花火よりも酒だ。ここのやれ、もう酒が空になっちゃった。おやじ、酒くれ。ごめんなさい、今ので最後だったの。まさかこんなに飲むとは思わなくて。また仕入れてこないと。よし、じゃあエルザ、ちょっとひとっ走り行ってこい。ごめんなさいエルザ、頼まれてもらえるかしら。今手が離せなくて。早くしないぞ、私泣いちゃうぞ。わかったよ、行けばいいんだろ。ダリエル、どこに行けばいいんだ？助かるわ、縄文広場の近くにある酒屋さんよ。よろしくね。こんばんは。喜びにゃ、あなたのハート。
ケンスんとこの客じゃねえか。ケンス？あんたが泊まってるとこのマスターの名前だ。店の酒が切れたみたいで。それで客が自分で買いに来たってのか？傭兵ってのはよっぽど酒が好きなんだな。そうかよ、こいつを持ってけ。金は後でケンスから受け取っとくからよ。Thank you.
雑魚にしやがる。ぶねえな。ったく、なんだよ。